皆さん、こんにちは。中学受験生の父親、代表です。中学校紹介ということで、今回は本郷中学校です。所在地は、東京都豊島区駒込で、男子校です。最寄り駅は、JR 山手線都営地下鉄三田線、巣鴨駅徒歩3分、JR 山手線地下鉄南北線、駒込駅徒歩7分です。中学受験情報です。次に、偏差値と合格確率の関係についてです。R4 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 80%、すなわち100人中80人が合格した偏差値、R3 偏差値は、模試でこの偏差値を取っていた受験生は 50%、すなわち100人中50人が合格した偏差値を表しています。そして、日能研全国公開模試において、どの偏差値帯であれば、入試において、どれくらいの確率で合格したか、についてです。
続いて、受験生が語る本郷中学校受験の決め手についてです。続いて、合格者からの本郷中学校入学試験におけるアドバイスです。続いて、学費についてです。続いて、学校の様子です。
そして2023年の大学進学状況です。いかがでしたでしょうか。他の学校についても紹介していきますので、ぜひご覧になっていただければと思います。